どうも、占い師のゲッターズイダです。アシスタントの奥万です、この番組ではゲッターズイダの占い、ゲッターズイダの生命判断の会員で動画鑑定にご応募いただいた方の中から抽選でご当選された方を鑑定してまいります。まあ、占ってほしい方は、チャンネル紹介に載っている URL の方からご応募いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。本日は神奈川県の20代前半女性ズーミンさん、はい、おめでとうございます。私は社会人歴2年目ですが、対人関係に常に悩んでおり相談させていただきました、はい、現在の職場は常に忙しく緊張感のある部署です。同期と 4,5 年目までの先輩方とは旅行に行くほど仲良くさせていただいてますが、それ以外の先輩方からは嫌われているように感じます。やってもいないことを決めつけられて叱られたり、わざと私の仕事を残して他の人の仕事は手伝うように上司が指示したり、学生時代から年上の人と接する際に緊張もあるのかうまく話せず、 目上の人とのコミュニケーションが取れず、それが悪い方向へどんどん傾いていきます。以上のことから対人関係がうまくいかない、信じていても裏切られるからどうしていいかわからないと感じ悩んでおります。精神的にも疲れてしまい転職を決意し、12月には新たな場所で再スタートを切ります。再スタートを切るにあたってどうしたら対人関係の運勢が良くなるか占っていただけますか。あー、もう移動しちゃってんでしょ。はい、あのね、会社に行って2年目が一番嫌なのよ。石の上にも3年って言葉本当そうだけど、まあ、そっか、2年目の悩みって3年目大したことないからね。4年目だと2年目の悩み何なのみたいな。で、2年目がみんな挫折するのよ。うん、絶対ここ耐えなきゃね。仕事の環境もちょっと慣れて、やっと少し分かってきたけど、壁にもぶつかるのは大体2年目なの。でもそれをうまく乗り越えて3年目になるとズーズーしくもなれるし、あ、このぐらいでいいんだなみたいな。確かに野球でも2年目のジンクスって言いますもん。2年目一番辛い。2年目一番辛い。社会って社会とかどこの会社に行っても2年目一番しんどいからね。あ、だって周りからはちょっともう名前も覚えてもらってるし、はいはいはい、慣れてるし、いやいやいや、1年目じゃないこんぐらいやれよっていうレベルは上がってきてるのに、うんうん、でも1年目のテンションで言ったら、いやいやそれはダメだよっつって、うんうん、3年目とか4年目とか後輩も来るかもしれないし、うん、それじゃ示しつかないしみたいな流れがどうしても出てくるんで、うん、2年目が一番どうしても大変だけど、まあ、もう動いた動いちゃったんですよ。動いちゃったらリセットゼロですから、はい、次の職場で最低でも3年から5年辛抱しておかないと。これ多いの、2年2年でずっと変わって30代まで入っちゃったらもう超ポンコツだから、ね、社会人としてずっと0点取ってるんだから。一つの職場で3年以上やってない人っていや使い物にならないからね。うん、基本的なものを教えてもらってて、お金稼いでるところが会社がお金損してるから、まあ、この人は投資ですもんね。そう、投資だから2年で回収できてないから、こいつダメだなっていう、感謝も恩も感じない人なんだなって教えてもらってること多いじゃん。最初1年目2年目なんて、はいはいはい、3年目そこに対してこの人何自分のことだけ考えてるのって、社会ってそういうもんじゃないからっていうことが分かってない人ってパンって切られるから、ね、でも決意してもう今再スタート切ってるんで、ダメです。どうにかなりませんか。しかも2018年に変えちゃいけないと俺の本に書いてあるからね、これね。先生どうにかなりませんか。動いちゃったらもうしょうがないので、2019、20、21、22、23、24、25年、2025年まで現在の職場が絶対動かないです。頑張って6年、6年間何があっても動いちゃいけないし、うん、何があっても全部自分が悪いので、うんうん、トラブルの原因は根が生意気だからです。理屈っぽいのと若干上を小バカにしているので、うん、先輩とうまくやってるって向こうが言わない限りできてないからね。まああったでしょ、その私優しいんでみたいな、優しいかどうかこっち決めてんでみたいなお前がうまくいってるかどうかなんて周りが決めることなんだから、うん、なのでまず人を尊重尊敬するところをまず、全ての仕事って何かやってる人って偉いなと思わないと、それは小馬鹿にしたら続かなくなってしまうので、自分の考え方を改めて、うん、尊敬するってことですね。そう、対人関係が運勢が良くなる、ちゃんと自分の役割ってものをしっかり果たして、雇ってもらえたことに個人的感情いらないからね。うん、先輩がって先輩なんだからさ、うん、自分がじゃあ先輩になった時どうできるのってことがさ、あ、こうならないでしょと思えばいいしさ、やな先輩いたら。でもいい先輩が全部いいかと思ったらまた別だしね。確かに。で、仕事でちょっとこれやっとくよって言われるってことは信用されてる可能性もあるからね。押し付けられてなくて任されてるっていう。そっか。だからそれはもともとやる仕事だったの先輩がやっててくれて、いや、これやっときなよっつって、うん、あんたの分のそもそもって。うん、それに甘えてる自分の可能性もあるので。そっかそっか。で、先輩から来る仕事なんて受けててやればそれにちゃんと返せたら、こいつやるなと思って仕事この子できるよって評価してくれるのから、ピンチはチャンスだ。そうですよ、仕事あるうちが花なんですから。仕事を押し付けられるってことはよく言うでしょ、あの利用されるみたいな、うん、
利用される価値がある方がいいから。利用しがいがないやつなんていらないから、うん、利用されてばっかりでいやいや価値あるってことじゃんって、うん、利用もされないから価値なかったら、うん、僕もこの昔の仕事なんてそうでしょ、利用もされないんだな、うん、我々そうじゃん、利用されるところまで来てやっと利用してもらえるからお金になってんだから、うんうんうん、利用されるって一番いいことなんだから、使いっぱなしになるってこと、いいことですよこれ。こんなとにかく5年6年そう、この新しい社会だと35まで文句言っちゃダメですよ絶対、うん、社会だと35まで歯食い縛ってやる、35までだったら言っていいから、うん、頑張ってください。はい、以上ゲットです。億万でした。